はい、谷内壮志です。今日はですね、ノワールさんが出された、急性心膜炎の心電図についていろいろな考察をしていきたいと思います。これですね、ノワールさんが企業主催の勉強会で、出された質問だということです。でですね、今日お話しさせていただくのはですね、この、急性心膜炎の、教科書的な読み方。どうやって判断していくのか、判別の方法ですね、が1点と、それをですね、臨床的な意味合いの位置づけのお話をさせていただきます。今日はですね、この2点についてお話しさせていただきますけども、この臨床的な意味づけが非常に重要になります。この急性心膜炎のですね、臨床的な意味でどう考えるのかについてですね、お話しさせていただければと思います。はい。で、すみません、ちょっと余談なんですけども、昨日の台風どうだったですかね、大丈夫だったでしょうか。被害がですね、いろいろ出ておりますので、これを見られている方はですね、特に被害がなかったのかなというふうに思いますけども、今後もですね、予断が許さない状況だと思いますので、ぜひですね、お気をつけください。はい。それではですね、急性心膜炎のお話をさせていただきますけども、ここでですね、ノワールさんが出された心電図があります。ちょっと見せますね。はい。これですね。で、ここに丸がついてますけども、ちょっとした、その臨床的な読み方があります。ただですね、これかなり分かりづらいんじゃないかなというふうに思うんですよね。企業研修で出されたということなんですけども、本当に教科書的な、形で出されてるんじゃないかなというふうに思います。ですので、谷口壮志がですね、持っている、谷口壮志が経験した、心膜炎のですね、心電図をここでですね、出させていただきます。はい、これですね。はい。これがそれになり、その心電図になります。で、さっきと違ってですね、非常に、ちょっと特異的な心電図なんじゃないかなというふうに思います。で、これをですね、なぜ、心膜炎と呼ぶのか、教科書的なに書いてあるようなこと、そしてですね、その臨床的な意味付けについてお話しさせていただきますけども、はい。これですね。これを見てですね、前田さんがですね、虚血の場所が特定できないので、非特異的 ST 上昇と。これに紐付けられるのが、心膜炎を疑われるということですね。はい。そうですよね。で、ノワールさんもですね、これは、術後の心膜炎かなというふうに思ったと言われてますね。で、MJ さんがですね、心電図で病名、心電図で心膜炎までわかるんですかと。いうことです。はい。これもですね、ある程度見方がありますので、心膜炎というのが分かります。もっと言うとですね、脳梗塞とか脳出血といった脳血管障害まで実はですね、分かるんですよね。ただですね、これに関しては今日はですね、そこまでのお話はしませんけども、機会があればですね、そのお話もさせていただこうかなというふうに思います。なので、心電図から得られる情報っていうのは、実はですね、本当に幅が広くてですね、あと、そういうことがですね、ちょっとした視点であればですね、面白くなっていくんじゃないかなと。思います。で、かよっぺさんがですね、3つの血管が全て虚血になっているのですかというふうなことを言われてます。はい。これを見るとですね、確かにそのように見ても見られますね。ただですね、これがですね、全て全誘導で ST が上昇していると。で、これがですね、心膜炎の、特異的な、判断の仕方、つまり特異的な、心膜炎の心電図の変化だと。で、なぜこうなるのかっていうのに関してもですね、この動画でお伝えさせていただきます。はい。次に影野さんがですね、私も急性心膜炎だと思いました。理由は下に突如の ST 上昇がほぼ全誘導にあるからですということで、はい、そうですね。それも本当に教科書的な、判断の仕方ということになりますので、これに関してもですね、詳しくお伝えさせていただこうかなというふうに思います。で、明美さんから勉強になりますと、はい、いうことで、本当にありがとうございます。心電図コミュニティでですね、こうやって、本当に臨床的に、臨床であるような心電図をですね、どんどんと出てきますので、そしていろいろなですね、知らないこともですね、知らなかったこととかもですね、ここでですね、学べるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、まずですね、この心電図ですね。心膜炎です。急性心膜炎の患者さん。これはですね、AS の患者さん、つまり、大動脈弁狭窄症で、術後の患者さんです。で、実はですね、これ、最初はこれだったんですよ。術後に、起筆時の心電図はこれです。特にですね、問題はない心電図ですよね。それがですね、4時間後に、こうなったわけです。4時間後。でですね、こうなるとですね、ICU でもうざわつき出すんですよ。ざわざわ、ざわざわと。これ見るとやっぱりびっくりするじゃないですか。何が起きてんだと
ということですね。で、今ですね、まあ、院内とかで、心電図で、まあ、わからないことがあったりとかするとですね、まあ、大体谷口総地に連絡が来るようになってます。これ、まあ、勝手にそうなって、ありがたいことでですね、まあ、勝手にそうなってるんですけども、まあ、ちょっとわからないから見てくださいというふうな感じで、谷口総地の方に連絡が来て、そしてこれをですね、見に行きました。で、実際に、まあ、これがね、帰ってきた時、この心電図なんですけども、今こうなってますと、これ、また、なんか、手術になるんですかみたいな、何か起きてますかっていう感じで言われました。で、これをパッと見たときに、ああ、これ心膜炎ですね、というふうな回答をさせていただきました。はい。で、なぜこれを心膜炎と呼んだのかということなんですけども、はい。ですね、まあ、これですね、心電図コミュニティで前回お話しさせていただいたミラーイメージ、鏡面像のところですね、これ、ノートのところにありますので、そこを見ていただいてですね、鏡面像の、説明があると思います。まあ、そこもですね、今回、紐づいてくるんですけども、これ全誘導で ST が上昇してます。2、3、AVF、そして V の2から6までですね、ST が上昇しているので、まあ、カヨッペさんはですね、これを、まあ、3指病変、まあ、3つの血管で全てがですね、まあ、虚血になっている状態なんじゃないかというふうに言われてますけども、実はですね、もし仮にですね、まあ、臨床的にそのようなことの確率はですね、かなり低いと思っていただいて構いません。まあ、3本が一遍にですね、一度に急性的なものになる、急性的な、血管障害になるということはもう、それ多分ですね、その時点で命を落とすぐらいの勢いなので、そういうことはですね、臨床的にかなり、少ないと思っていただいて構いません。でですね、まあ確かにこれは全誘導で ST が上昇してるんですけども、もし仮にですね、この3つの、血管で、まあ、全壁、後壁、下壁部分でですね、3つの場所でですね、その虚血が起こるとですね、先ほど言った鏡面像、ミラーイメージですね。ミラーイメージによって実は打ち消されてですね、ST の変化が起こりづらいということが起こります。詳しくはそのミラーイメージの方を見ていただきたいんですけども、なぜ打ち消されるかなんですけども、まあその前壁を見てる パートはですね、後壁も見てるんですよ、実は。その向こう側には後壁があると。で、前壁はですね、まあ前壁の、心臓で言うとですね、外膜から内膜を見てるんですけども、その向こう側にある、向こう側にある壁ですね、後壁はですね、内膜から外膜を見ていることになります。なので、ST が上昇してもですね、内膜から外膜を見たときには ST が下降したように見えるんですね。その ST が上昇と ST の下降をですね、足された状態で、ここに出てきますので、ST がですね、S の変化がもう打ち消しあって見えづらくなるという特徴がありますので、もしこれがですね、三指病変で3つの血管に何かトラブルがいっぺんに起こった場合はですね、ST 変化が小さくなると思っていただいて構いません。はい、詳しくはですね、その鏡面像のところを見てください。でですね、これ3つとも大きな変化、ST が上昇しているわけなんですね。で、もしこれがですね、虚血の場合、冠状動脈には責任血管というのがあってですね、前壁後壁下壁とあるんですけども、それがですね、いっぺんに ST が上がるということはまず考えられないということなんですね。で、これを見ると全てで上がっているとなるとですね、これはまた別な要因があるんじゃないかと、なというふうに思います。それがですね、心電図新世界コミュニティについてお話しさせていただきます。まあ、これもまた新たな取り組みとしてやらせていただきます。で、これどういうものかというとですね、24時間365日、心電図で困ったことがあればですね、いつでも質問することができるというサービスです。